ハルイチュ、どうもそれです。今回は、ユミデジから予定通り新型のスマートフォン、ユミデジ S5 Pro が発表されましたので、スペックや特徴などについてご紹介したいと思います。その前に、現在ユミデジが販売しているスマートフォンの大まかなラインナップをご紹介しておくと、まず最も価格の安いラインナップがユミデジの A シリーズです。例えば、ユミデジ A3 Pro や A5 Pro といった、こういった A シリーズのスマートフォンは、約1万円で購入することが可能です。そして、ユミデジのスマートフォンの中では、ミドルレンジモデルに当たるのが F シリーズになります。昨年発売され話題になっていたユミデジ F1、そして比較的最近発売されたユミデジ F2 なども、このミドルレンジのラインナップになります。さらに、少し特殊なモデルとしては、ユミデジ X という、これまでのユミデジのラインナップの中でどのグループにも属さないモデルもありました。さらにこちらもどちらかというと少し特殊なグループにはなりますが、パワーシリーズといって大容量のバッテリーを搭載したモデルも販売されています。ユミデジのスマートの中で最も最近発売されたモデルはこのパワーシリーズの最新モデルで、ユミデジパワー3というモデルでした。そして、ユミデジのスマートの中でハイエンドモデルになるのが S シリーズとなります。例えば、ユミデジ S3 Pro などがこの S シリーズになります。ちなみに、ハイエンドモデルとはいえ、他社のスマホでいうところのミドルレンジあるいはエントリー寄りのスペックになっていますので、現在市場に流通しているスマートの中でハイエンドモデルかというと少し微妙なところはありますが、あくまでユミデジのスマートの中でのハイエンドモデルという意味になります。そして今回発表されたのがこの S シリーズの最新モデル、ユミデジ S5 Pro というモデルになります。S シリーズですので、ユミデジのラインナップの中でもスペックの高いモデルになっています。では今回発表されましたユミデジ S5 Pro スペックを紹介すると次のようになります。参考までに一つ前のモデル、ユミデジ S3 Pro のスペックも右側に記載しています。ではこの S5 Pro のスペックですが、CPU はメディアテックのヘリオ G90T、RAM は 6GB、ROM は 256GB、ディスプレイは 6.39 インチ、解像度は 2340×1080 ドット。カメラは合計4つのカメラが搭載されており、画素数としては4800万画素、1600万画素、500万画素、500万画素の組み合わせになります。なお、各カメラに組み合わされているレンズの構成としましては、4800万画素のセンサーが標準レンズ、1600万画素のセンサーが超広角レンズ、500万画素がマクロレンズ、そしてもう一つの500万画素のセンサーは深度測定用のカメラとなっています。前面のインカメラについては1600万画素で、実はこの前面のインカメラが今回の S5 Pro 最大の特徴でもあり、ポップアップ式のカメラとなっています。すでに OPPO や VIVO といったメーカーからポップアップ式のカメラが約1年前に発売されていましたが、今回ユミデジから同じようにポップアップ式のカメラを搭載したスマートフォンが発売されることになりました。バッテリーは 4680mAh、OS は Android 10となります。前回の S3 Pro と比較したところ、CPU がヘリオ P70 から G90T になり、処理速度の面ではかなり性能アップが期待できます。また、ストレージ容量についても 256GB となり、動画などをたくさん保存されるという方にとってはより使いやすくなっているかと思います。ディスプレイについては少しだけ大きくなり、ただ、解像度については S3 Pro と同じく 2340×1080 ドットのままになっています。カメラもやはり最近のトレンドを取り入れ、とにかくたくさんのレンズを搭載したカメラになっています。一方のインカメラについては、ポップアップ式にはなったものの、画素数としては昨年の S3 Pro の2000万画素から1600万画素にダウンしています。価格的にもハイエンドモデルとはいえ、約3万円台で購入できるモデルですので、あまり価格を高くしないようにするために、この辺のスペックを控えめにしているのではないかと思います。バッテリーについても同じく昨年のモデルは 5000mAh 以上あったんですが、今回の S5 Pro では 4680mAh と少しだけではありますが容量が減っています。ですのでスペック的に昨年のモデルから性能アップしたというところは CPU とストレージ
と考えていいかと思います。ちなみに CPU のヘリオ G90T ですが、ほとんど採用例のない CPU です。MediaTek の CPU の中ではハイエンドモデルにあたり、AnTuTu のベンチマークとしては大体20万点後半ぐらいのスコアになります。ですので、ベンチマークのスコアとしましては、最新の CPU というところのスナップドラゴンの700万台、また少し前の CPU で言うと、スナップドラゴン835ぐらいのスコアにはなっています。ですので、今から約3年前に販売されていたハイエンドモデルと同等のスコアということになりますので、3万円台で購入できるスマートフォンとしては、まずまずのスペックと言っていいかと思います。ただし、このチャンネルは何度も実機を使って検証した結果ご紹介してきましたが、MediaTek の CPU を搭載したスマートフォンは、ベンチマークのスコアは良くても、実際に動画編集アプリを動かしたりすると、いまいち性能が発揮できないということがよくありました。ですので、実際のスコアとしては、最新の700番台のスナップドラゴンと同じぐらいのスコアではありますが、過度な期待はしない方がいいかと思います。その他の特徴としましては、まずは先ほどもご紹介した通り、なんといってもこのモデル最大の特徴は、ポップアップ式カメラを搭載したというところになります。そのため、インカメラをディスプレイの中に搭載する必要がありませんので、前面はほぼディスプレイというようなデザインになっています。もちろん、ノッチも搭載されていません。指紋センサーにつきましては、ディスプレイ内蔵方式となっていますので、昨年販売されたユミデジのスマートフォンのユミデジ X と同じような感じになっています。ただ、ユミデジ X の場合は、認証精度の部分でいくつかバグがありましたので、今回の S5 Pro、その辺がどうなっているかというところが気になるところではあります。そして、これまでユミデジのスマートフォンは、多くのモデルがイヤホン端子を搭載してきましたが、実は今回発表された S5 Pro につきましては、イヤホン端子は一押さえとなっています。3万円台で購入することのできる低額なスマートフォンでイヤホン端子を一押さえというのは比較的珍しいかと思います。その他、現在でもユミデジのスマートフォン、USB 端子がマイクロ B のものも多いですが、この製品につきましては、一応ハイエンドモデルということで Type-C 端子となっています。また CPU につきましては先ほどご紹介した通り MediaTek の Helio G90T ですが、どの程度かはわかりませんが、冷却性能にもこだわっているようで、パソコン並みの冷却性能を搭載しているとのことです。ユミデジの発表によると液体冷却を搭載しているということですが、これはパソコンでいうところの水冷のことを意味しているのではなくて、いわゆるヒートパイプによって冷却しているということを意味しているかと思います。ユミデジの発表によると、スナップドラゴン730よりも、このヘリオ G90T はハイスペックということですが、確かにベンチマークのスコアとしては730よりもヘリオ G90T の方がいいスコアをマークしますが、先ほどもご紹介した通り、MediaTek の CPU はベンチマークのスコアほどパフォーマンスを発揮しないということはこのチャンネルでも何度も検証してきましたので、この辺は実際に購入して検証してみない限りは何とも言えないところではないかと思います。やはり最新モデルとはいえ、ユミデジのスマートフォンというところで、ユミデジから発表があった内容を全て鵜呑みにすることはできませんが、デザインに関しては割と完成度は高いようにも思います。これまでもユミデジのスマートフォンは何台も購入してきましたが、デザインに関してはどのモデルも割と良かったので、今回のモデルも期待できるかと思います。今画面に表示するのがユミデジから公式に発表された S5 Pro の映像となりますが、角の部分の曲線や色合いなども割と綺麗な製品になっています。カメラのデザインについても最近おなじみの四角形の枠の中にカメラを格納するタイプで、特に目新しいところはありませんが、複数のカメラを搭載するにはやはりこういったデザインが無難なデザインかとは思います。なお、発売日ですが、2020年の5月に発売予定ということで、すでに海外系の通販サイトでは S5 Pro の掲載も始まっています。現在、ユミデジは国内でも Amazon を通してスマートフォンを販売していますので、あと1、2ヶ月待っておくと Amazon の方でもこの最新モデルの S5 Pro が購入できるようになるのではないかと思います。もし Amazon の方でも取り扱いがスタートしましたら、また別の動画でご紹介したいと思います。ということで今回は予告通りユミデジから最新モデル
弓デジ S5 Pro が発表されましたのでご紹介しました。最大の特徴は前面のポップアップ式カメラかとは思いますが、個人的に気になっているのがあまり採用例のないヘリオ G90T 2CP の性能です。ベンチマークの結果につきましてはすでにネットに出ていますので、だいたいどれぐらいのスコアをマークするというのはわかるんですが、この CPU を使ったスマートフォンで動画の書き出しをした場合、ユミデジが言う通り700番台のスナップドラゴンよりもスペックが高いのかどうか、その辺の検証などもしてみたいと思っています。まだ購入するかどうかは決めていませんが、もし購入しましたらその辺の検証結果なども改めて別の動画でご紹介したいと思います。なお、現在販売されているユミデジのスマートフォン販売ページのリンクにつきましては動画の概要欄の方に載せておきます。そちらも興味のある方は概要欄の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。